日本語の文を英語に翻訳した例翻訳とはある形で表現されている対象を異なる形で改めて表現する行為である。特に自然言語において起点言語による文章を別の目標言語による文章に変換する行為を指す。例えば英語文から日本語文へ翻訳された場合は起点言語が英語であり目標言語が日本語である。 起点言語による文を原文と言い、目標言語による文を訳文、翻訳文という。一方で、プログラミング用語としては、形式言語の変換という意味でも用いられる。なお、文ではなく、発話を翻訳する行為は、通訳とも呼ばれる。翻訳という行為自体を研究する学問として、翻訳学がある。単純な畜語的な置き換えや、 熟語単位の置き換えだけで済ませている翻訳などで文章が状況や文脈ごとに持っている機能に十分に注意を払っていないような翻訳を直訳という。初心者や不完全な機械翻訳では起点言語から目標言語へ個々の語彙水準で辞書などにある目標語に置き換えてしまうことで目標言語における表現の体系を無視することがある。 これに対して文章が発話された状況や文脈において果たす、機能や本当の意味に焦点を当てて、目標言語でほぼ同等の機能や意味作用を持つ文章を、多数の文章の記憶の中から見つけ出して、翻訳文とすることを、医訳と呼ぶ。このような2種類の翻訳が現れる原因として、両言語から対応する後、句を選定する直訳作業において、単語は、 言語間で1対1の対応があるとは限らないことがある。例えば、起点言語では1語で表される概念が、目標言語では複数の語にまたがっていたり、逆に起点言語で複数の語であるものが、目標言語では1語となってしまう場合である。これは、文学作品でのニュアンスや語感の再現や、言語による色の表現などで顕著になる問題である。 例えば、虹の色の数は、日本では7色とされているが、他の地域や文化によっては7色とは限らない。また、日本語で、青と呼ばれるものに、緑色の植物や緑色の信号灯が、含まれるのも、単純に単語を置き換えることができない顕著な例である。機械翻訳は、実用的な汎用コンピュータが開発され始めた1960年。 前後から研究され続けてきた分野であるが、近年は一般的に利用が可能になってきたこともあり、機械翻訳に対して人による翻訳を人力翻訳や人で翻訳という場合もある。Google や Web リオなど各社が機械翻訳による自動翻訳を提供しているが、その制度は言語間によってまちまちである。完全な自動翻訳は難しく、に通った。 言語間においても利用者によるある程度の修正は必要となっている。また、日本語と英語のように文法が大きく異なる。言語間では精度が非常に低い。ロゼッタストーンは紀元前196年に作られたターヘル・アナトミアはドイツ語原本のオランダ語訳本である翻訳は、ある言語圏から別の言語圏へと知識を移転することを意味する。このため、かつては、 先進文化圏からの翻訳によって、別の文化圏へと重要な知識が伝達され、移転先の文化レベルを上昇させることが多くあった。この例としては、古代ギリシアの文献が挙げられる。古代ギリシアで花開いた文化は、ローマ帝国へと継承されたものの、ローマの上流階級のほとんどはギリシア語も介したため、ラテン語の科学に関する著作は、多くが通俗的なものに留まっており、 ローマ帝国が崩壊すると、ラテン語圏でのギリシア語使用が衰退したため、ヨーロッパが中世に入る頃には、ギリシアの知識の多くが失われてしまっていた。しかしその文献は、ローマの継承国家であり、ギリシア語圏である東ローマ帝国において保持され、ギリシア語の文献として残っていた。また、5世紀から6世紀にかけてはネストリウス派によって、 こうしたギリシャ語文献のシリア語翻訳も行われていた。これらの文献のうちいくらかのものは8世紀以降、アッパース朝統治下においてアラビア語に翻訳された。この翻訳事業によって、医学のヒポクラテスやガレノス、哲学のアリストテレスやプラトンの知識がイスラム世界にもたらされ、イスラム科学の流星をもたらした。さらにこれらのアラビア語文献は、 12世紀に入ると、シチリア王国の首都、パレルモやカスティーラ王国のトレドといった、イスラム文化圏と接するキリスト教都市において、ラテン語へと翻訳されるようになる。これは、古いギリシア科学だけでなく、フワーリズミーやイブンシーナーといったイスラムの大学者の文献も、含まれており、また15世紀に入ると、アラビア語だけでなく東、ローマなどから入手したギリシア語の文献の、 直接翻訳も行われた。大翻訳時代とも呼ばれるこの翻訳活動を通じて、一度は失われていた古代世界の知識が西ヨーロッパに再び流入し、12世紀ルネサンス、さらにはルネサンスを引き起こすきっかけとなった。翻訳が文化的に大きな影響を与えた例としては、マルティン・ルターによる聖書のドイツ語訳が挙げられる。 それまでもドイツ語訳聖書は存在したものの、ルターは日常言語をもとにした理解しやすい表現を心がけ、出版されたルター聖書はドイツ人に広く読まれてドイツ語そのものにも大きな影響を与えた。また、こうした翻訳が重要な役割を果たした国として日本が挙げられる。日本は古代以降、隣接する大国である中国の文系を翻訳して摂取し、 文明レベルを向上させてきたが、1774年の解体新書の翻訳出版を一つのきっかけとして、18世紀後半以降、盛んにヨーロッパの科学文献が翻訳されるようになった。この翻訳は、ヨーロッパ諸国のうちで唯一日本との通商関係のあったオランダ語から行われており、そのためこうした翻訳者、さらに転じて、西洋科学を身につけた学者たちは、 乱学者と呼ばれるようになった。この動きは、江戸幕府が崩壊し、明治維新が起きると、より加速され、オランダ語のみならず、英語やフランス語など、西洋の諸言語から、膨大な翻訳が行われるようになった。この翻訳においては、様々な訳語が、漢語の形で考案され、いわゆる和製漢語として盛んに流通するようになった。この新漢語は、 新しい概念を表すのに好都合であったため、一部は中国に逆輸入されて使用されるようになった。重役とは、A 言語、X 言語、B 言語、というふうに、一旦他の言語に翻訳された版を参照し、さらに他の言語へ重ねて翻訳する方法である。起点言語である A 言語から、目標言語である B 言語へ直接翻訳を行うことが、 何らかの事情により困難な場合に行われる。N 対 N の複数言語間の変換を行う場合、一旦軸となる言語に変換し、また、そこから他言語へ変換する、いわゆるピボット翻訳を行うことが多い。ピボット言語には通常は、英語が用いられる。宗教書例にとると、仏典の場合は、サンスクリットパーリ語の版から簡約し、さらに、日本語へ重訳されている。 グローバリゼーションの進展により多言語間の交流が増大し、それに伴って交わされる文書なども増大しているため、翻訳の重要性は高まっている。翻訳はその専門分野によって、文学翻訳、産業翻訳、法務翻訳、特許翻訳、医学翻訳、行政翻訳などに分かれる。翻訳文学が一つのジャンルとして確立しているように、日本では文学翻訳は、 社会的に高い評価を得ているものの、それは必ずしも経済的な成功を伴ってはいない。日本国内における2009年度の翻訳売り上げの、うち出版はわずか1%に過ぎず、技術やコンピュータ、ビジネス文書といった産業翻訳が約69%、特許翻訳が15%を示し主流となっている。職業としての翻訳家であるか否かを問わず、 高度な語学力を有する者は、地方公共団体、特定非営利活動法人、ジャーナリストなどに対して翻訳ボランティア活動を行うことが可能である。例えば、名古屋市における名古屋国際センターは、在日外国人の支援活動の一環として、翻訳、通訳ボランティアを募集している。また、東日本大震災の発生時に、 東京外国語大学の有志の学生たちにより、地震発生時緊急マニュアルが作成され、40カ国以上の言語に翻訳された。ありがとうございます。